パソコン配信です。ただFMLE が今使えない状態にしょっちゅうなるんですよ。そうなるともうスマホの方がよっぽど映像綺麗ですね。サムネがそうです。あ、PC の話だったらウエストバッグに入れてます。ヒップバッグか、どういったヒップなんとかってやつ。周りが何になる。こけたら案外大丈夫。弓矢沢林道士の先人は、でも確かにブドウ峠行けない可能性もありますね。そういや調べてなかった。盗撮すんな、前怒られましたよ。静岡県の掛川の、なんだっけ、ちっちゃな文化展だっけ、で芸術作品を展示してる人の知り合いの人が酔っ払った状態で勝手に撃つなって すごい怒り出して、まあ別に言われてることは確かにそうなんで、にしても酔ってたから酔ってるせいもあったのかなと思いますけどね。で、十国峠は通行止めだそうです。あそこいつもそうだ。そういう人も、あ、息は切れますよ。上りに入った時の様子をまだ知らない人ですね、それは。どんだけ聞き苦しいか。面白いがいい。いや、面白いないか。今日はその、これから抜けようとしているトンネルのとこまでしか電波ないんで。299号の十国峠ですよね。そういき。エアロバイク。あ、そういえば、私が YouTube にアップしている動画は、Z さんはローラーを漕ぐときに活用してもらってるんだそうです。ローラー漕ぐときに、確か延々と録画したやつをアップしてるあれを使って、あれを見て漕いでるんだそうです。だから今これも将来いずれそういうふうに Z さんに見られるのかもしれない。どうですか、数ヶ月後の Z さん今見てますか。数ヶ月後の Z さん見てるとかいうネタを仕込んどくのはどうでしょうかね。これもイベントだからないと、シミュレーター、ドロップ、人によると思いますよ。確かに多くの人がドロップの方が楽だと思いますけど、私は背中痛いんですよ。 Z さんのブログですか。検索すればすぐ分かるから隠してるわけではないって言ってたからいいのかな。どうだろう、 TZR で検索したら出るんだっけ。 Z っていうロゴが目立つ。タイムシフトは聞いてるんですけど、 YouTube にアップするんですよ、 GoPro で録画してるやつを。まじまぞ Z さん、峠だって峠含めた何百キロっていうのをいつも走ってる人ですよ。そう、私は腰痛くなっちゃって。痩せてないと思いますけどね。体重は64、5キロぐらいで変わってない。何がお願いします。尿道、私は尿道のところへこんでるやつかな、あのサドルが。ハンドル、あとドロップだとブレーキが強力にかけづらい。マウンテンバイクの V ブレーキ慣れてると、パンチブレーキは坂から下るときに怖すぎます。キャリパーブレーキだっけ。まあ私が乗ってたのはかなり安いグレードのブレーキ使ってたんで、それでぐにゃっとしてるってなったんですけどね。105に変えてもやっぱり下りのブレーキは握力がだいぶ使いましたね。まあ別にドロップじゃなくてフラットだ、フラットで私がそのものすごく損してるわけではないと思うんで、それぞれですよ、それぞれ、それぞれですよ。
なんか今嫌な言い方しようと思ったけど、うまく表現できない。なんかイラっとくる感じの言い方をしたいんだけど。それぞれですよ。ブレーキ、そうですね、真ん中を引っ張り上げるのが感知で、横から引っ張るのがキャリパーで、横から引っ張るプラステコの原理が V ブレーキかな。あ、こんにちは。あ、お久しぶりの人いらっしゃいませ。新車は定価8万4000で、7万後半ぐらいで買いました。やっぱ新しい自転車はあまりガチガチギチギチならなくていいですね。ハンドル、そうなんですよね。これ意外と太さが真ん中が太いタイプのハンドルなんで。はい。あ。よ。そうか。こっち行ったら田口峠なんだっけ。そうそうそう。GPS 見てなかった。道間違いかけました。ここはなんかいつもそういうことやってる気がするな。放送できたのは初めてですけどね。ん？あ、みんな二人ですね。うん。あ、GPS。うん。キャリパー。成績クラス1番。なんかの時に学年1番取ったことがあったような気がするんだけどな。なんかの間違いで。苦手な国語が100点満点だったんですよ。あ、100点満点だったら基準か。100点だったんですよ。何の時だったかな。許可されてないっす。よいしょ。いや、ちょっと中学だったか高校だったか、夢の中の話じゃないよな。いや、努力家じゃないですね。天才肌ってわけでもないし、中国だったかな確か。あの高校で一番多分ないな。いや、塾の中の話だったっけ、どこだったっけ、すいません。なんか夢の中だったか現実だったかで、学校で一番取ったことがあるという以上の情報をよく思い出せない。夢だったらやばいですね。瀬尾はどうですかね。お、今日も登りがつらい。あ、風が、追い風で風がない。あっち、スピード落ちるとあっつい。あ、これは電波か棒読みがどっかで線が切れたか。時間的には19分か。あ、つながった。東高台か。将来、40歳で将来の話か。ド M か。あ
どとげ。そんな狭かったですかね。あ、またフレーム素材の話になると荒れる荒れる。カーボン NG しますよ、カーボン。カーボンとあとなんだっけ、あとアルミも黒森も。音だけですかね。いや、まだ持ってます。あっち。この先しばらく日陰ないですね。ちょっとそこでお茶飲んでいいですか。その日陰で。ええ。こんだけしか。やっぱり普段こいでないと壁面にきついです。では人々は優しい。はあ、はあ、では人々だいたいそうですね。うわ、日陰が全然ないな。はあ、いえ、はあ、うん、そうそう、疲れた、あの苦しいとの状態で登り続けるとすごい勢いで疲れてくるんで、疲れが溜まるんで、私はいつも遠慮なく休みます。はあ、取りました、水分。今日5、60キロぐらい。なんじゃい。まだ標高的に涼しくなるところじゃないですね。今標高が400メートル。スタミナは脂肪だけじゃつかないんじゃないかな。まあでも途中まででもトンネルの先は放送はもう今日ないので、しかしトンネルのところが、トンネルの手前の上りがむちゃくちゃひどかった覚えが。まあ来た時はトンネルできたばっかりだったけど、立ち見って今映像行ってないんでしょう。あのトンネル3キロ以上あります。まあ笹子トンネルとかと違って暑いですね。車はあまり来てないんで。あ、来てます。あれ、いつの間に。あっち、追い風かなんかで体の周りから熱気が逃げない。今日は民宿です。夜飯付きです。うん、うん、大丈夫ですかね。あっち、あの道も行けないのかな。わかんないな、これだと。ええ、地図見てたからこれ行くんかな。ちょっと見えなかったんで、その先が。あれで行くのもりはさすがにちょっとリスク高すぎるなと思って。あー、なんか喋りづらい。
喉に何かが突っかいてる感じ。あ、ブルーシート持ってくの忘れた。ランチョンマットとして使えない。あ、このタイミングで熱波来てないのはやばいかな。なんかの匂いがする。肥料かな。走り始めてみないとその日の調子が悪いのかいいのかわからないんですけど、今日はあんま調子良くないな。ああ、切れたみたいですか。どっか断線してんのか。そう、あっちの急道は確か行けるんですけどね。そしたら前、塩の沢峠通行止めの看板それで見落として、でもトンネルができてた頃なんですけどね。あ、繋がった。保健さんいらっしゃいませ。トレインか。やった。ちょっと気持ち悪くなったら遠慮なく休憩しますんで。上通り 10% はないですよね、平均。きついところで 10% ぐらいかな。川、ちょっと降りてる時間はあんまり。あ、そろそろ延長失敗してるかな。あ、ちちちち、延長。今日は調子良くないな。なんで、あ、延長できてるか。あ、ディレイラーですか。一番下に入らない。ウォルトリーブのどれかですね。一番下の段に入らないんだそうです。パッサン。あ、そのか、軽い。これはスピード的に、それは多分重々承知の上で来ていただいてると思いますよ。はい、ってください。はい。私、うん、どれがハグどうだっけ。ハドンさん突するにはちょっときついとこ走ってますからね。また体験の話か。
1万ぐらいかかったっぽで、サドルバッグ系とパニアバッグとでは使い勝手の違いはすごいですよ。なかなかパニアバッグに慣れてると。私のことブリブリさんとあなただけは呼んでいいです。まあ返事はしないけどな。あの辺りからトンネルへの分岐がこれかな。電波つながったり切れたりですね。お昼ご飯は何？お昼ご飯は道の駅で買ってきた200円パックの集合体。全国速度はまだわかんないです。やっぱ 2,3 週間に1回峠登るっていうのは毎回きついな。水はまだあります。なんだあれ、揚げ刷毛じゃないよな。自転車買い替えました。やばいっすね。まあ待て、まあ待て、トンネルくぐってから。新車見せて。新車後で、いや今日もこの後電波ないか。私のツイッターをたどってみてください。どっかに写真があるはず。あと、スペック調べるんだったらカメレオンテ3で、カメレオンテ3で検索してください。カメレオンじゃなくてカメレオンテ3。うん、サワガニ生で食うとやばいんですよね。サワガニ確か寄生虫いるから。給食、まあ長距離じゃないですからね今日は。まあ今日に限らず。下鼻。そう、サワガニ生で食えない。寄生虫乗り換えました。クロスバイクアルミ。多分砂利に走るところはそんなにこっちでも困らないと思うんですけどね。うん。フレームサイズなんだっけ、ちょっと大きめです。クーラーの中でのガリガリは本来のガリガリの美味しさではない。こういう日に体の中が煮えるっていう時に食うと最高の美味しさを発揮しますよ。ガリガリ君は、まあ、体に良くなさそうだけど。クラック入っちゃいましたね。チタンのマウンテンバイクは、ガリビエリよりサイクルルアドリム。カメレオンかっこいいな。でも高い。高い。まだこれはこの後もっとトンネルの手前きつかったはず。それか道新しくなったかな。コーラか。あ、青い屋根のとこだ。あ、あ、うわこれ、前来た時に何度か写真撮って猫がいたりしたんですけど、わっちょ、なんか白い汚れが目立つな。前真っ青だったのに。5、6年前じゃないですかね。
多分だいぶ汚れが来てるな。コンポタとか暑い時に空気ならないな、味的に。そう、私は結構 2,3 年前かと思ったら10年前だったりするんで、そう、本当にツナだったと思いますよ。いや、ちゃんとこの屋根でした。麦茶がうますぎて死ぬ、手が死にかけるとこだった。はぁ、冷たい麦茶うめぇ。はぁ、サバ缶どうぞ。ん、チタンが麦茶がうまくて死ぬ。中野沢林道先にあるか、中野沢、お願い、わら、気にしない。コンポタリって言うと暑そうだけど、うまい棒のコンポイカヤク、多分急に壊れたんで、つなぎなんですよ、きっと。暑そうだけど、本当に。そうなんですかね。カンカン叩くと割れたりするものなのかな。リンコの時にしょっちゅうキャリアが当たってた可能性がある。当たらない場所だと思ったんだけど、でここから左に行くとき、古い峠の方で、今これ行けるのか。ダウンチューブのあそこって深、あ、そうなんですか。ロボさんはいい影響をもたらす人だな。いい影響、本当ですか。本当かな。うん。じゃあクラック入る場所としては自然なのか。一応元は取れたと思うけど、1年あたり 2,3 万分ぐらいかな、自転車代。でも30万キロは走れなかったな。あ、この道新しくなってるかな、前来た時より。トンネルへの道。よっと。今日は自転車で図書館行こう。後ろでお二人は談笑してますよ。和やかに。でも今日放送一日はできないんですよ、電波ないんで。トンネル入るとこまでのつもりです。昼飯食うとこだけぐらいできるかな、できないかな。あ、カメラネジが緩んでるかな。その理屈だとカメラ落ちは3年で2,3 万分の元が取れたらですね。ソニータイマーか。涼しい。向かい風だけど涼しい。そう、偽善者を善を偽れ、善を偽善。大丈夫、偽善を自覚してればかっこ悪くないから。何発売。どんな素材でもワンクムで寿命代、さりなければ一番長く使えるイカレ。自転車はね、ジャイアントが安くていい自転車だったよ。ロボさんの頭から何か生えてるの。頭から直ではないが、ある意味直かな。そう思います。車に捕まってそれ、車に障害
障害剤とかを負わせるリスクがあるので車から見ると殴りつけたくなるほど多分迷惑でしょうね。知り合いならともかく、タイヤ、タイヤってソニーの冷蔵庫には使ったけど、タイヤスリップ買えなきゃきついから、トンネルまでまだしばらくありますね。これ新しい道だ。前来た時はトンネルまでまっすぐな道で十何パーセントかのすごい勾配でした。あの時は多分工事が、トンネル工事を先にするため の, 道だ、あの道、暫定の道だったんでしょうね。ありがとうございます。とりあえずイベントのとこだけジャンプして見てもらえれば概要はつかめますので、全部フルで見ようとすると大変ですよ。何中、トンネルこんな離れてたっけ、まだ見えない。リアルタイムの方ならまだ、うお、今なんか面白い飛び方しましたね。ペットボトルのキャップを、はい、踏んだだけです。踏んだ、なぜか真上に吹っ飛んで、ちょっと面白かった。英雄ですか、ヒーローの方の英雄ですかね。いやとりあえずあんまり放送向けの偽った人格には しないようにしてるつもりなんですけどね。まあでも隠してるところは多分当然あるだろうな。あっつー、今日飲み物結構余分にいるな。賞味期限管理冷蔵庫サムソンが実験中だよ。まだトンネル行かないな。冷蔵庫に温存庫ついてるのあるな。温存庫、パナソニックがスマートフォン連携家電始めたね。あれ賞味期限管理から最後に抜けたらしい。ふれあい館の中に休憩室があります。ふれあい館は今日のルートからそんなに離れずに住むとこですかね。片道どうだろう、2キロ以内ぐらいとかだったら、とりあえず自販機と日陰があればいいや。性格、表的な意味でね。ハートメーター180状態。あれか。いろいろ。もうあと1キロぐらいあるな、染めるまで。ちょっと暑い、暑い。よいしょ。見てください。ふう、これ眠気が入ってるのか、もしかして。
結構調子が悪い。実際うまいです。こんにちは。今日これ峠は電波があってもまともに放送できないな。喋りづらいぐらいの状態なんで、あちちちち、明日麦草峠とか夢かな、夢かな。早く出ないかな。塩分も取ろうぜ。塩分、ありますよ塩分。あ、まだあります。買い替えは今のところは特に当分も必要。うん、昼飯がちゃんとお城に入ってるんで。かなり飲みますよね。進みながら人にクーラーに、今自分はクーラーに当たってるかという人は1日に10人ぐらいいますよ。頑張ってください。という嫌がらせを嫌がらせて返しておいて。頭が、そうですか。そういう経験はないな。うん、冬霊。離されてますね。当分も足らないとは言う。多分幽霊とか触るとヒヤッとしてるんですよね。じゃあ一時的に幽霊募集。とりあえずトンネルに入ります。前の人よりまだまだ余裕ありますね。それぞれお二人ともそれなり自走されてきてますけど、それなりできるじゃないけど。トンネル見えてきた。あ、御巣鷹山でかないんですよ。今まで一遍も分かったことがない。じゃあとりあえず今日の放送は昼の部はあそこのトンネルまででとりあえず一旦終わります。で、昼飯はまあいい場所があればするかもしれないですけど、時間にあまり余裕がないんで遅れてるせいで、昼はちょっとやるかとかわかんないです。ん、一旦終わりってことで。頭重いタイプの疲れ方だから、これはなかなか回復しないな。昼飯食った後にお二人迷惑なの承知で昼寝すべきかもしれない。うん、長者の森のこと聞いてみな。頭の森はやばい兆候。そう、頭が若干重い感じ。上の村のやつだ。バス。かすかに剣道の香りがする。わら。険しいの剣ですかね。はい、ご心配しない。昼寝してる時間はないかもしれないけど、そうですね、無理はしないです。頑張るが、峠では。湯の沢はトンネルです。そうですね、別の顔にしても合うバッグとかも探してこなきゃいけないし。ああ、確かに一人だったらもうちょい休憩してるかな。そうでもないかな。上は塩の沢峠で、ここは湯の沢トンネルです。なぜか違うんですよね。とりあえずオツです。うん、じゃあお疲れ様です。デジカメでして写真は撮れるのかな。じゃあ日陰に達したところで。あ、
お、うん、放送は切ります。もうこの先どっちしろ電波ないので。トイレがある、どこに。ああ、うん、よし、じゃあここで放送は閉じます。一応復活はない方向で。はい、2003年のトンネルができたばっかりやったね。あ、2003年でしたっけ。振り返りのために写真いっぱい撮ってくださいね。振り返り、じゃあちょっとお茶飲んでから。あんま撮ってないですね、今日は。なんか、今日が辛い。飲み物終了。本当に9年前かな。前来た時には三河スーパーリンドに行こうとして行けなかった時です。うん、じゃあ放送切ります。ありがとうございました。え、放送は一旦ここで終わって、では、で、あとは GoPro と音声録音だけで。あ、そうだ、まあいいや、このまま行くか。あちち、じゃあトンネル抜けて下った先で昼飯場所探して行きましょうか。では、結構汚れてるな。できたばっかりの時しか覚えてないから。思ったより涼しくないですね。まあまあ涼しいけど。あ、あ、今ライト暖気だな。あ、軽い方のギアですか。ええ。とりあえず私は昼飯の後に15分ぐらいその、なんていうんだっけあれは、ナップタイム、ナップ。昼寝タイムがあれば、取れれば、見事。うわ、これきついな。怖い。え？あ！今のスリップか。え、スリップですか。スリップさ、あの車に必要な
右にはまった。真っ暗だから見づらいですね。これがあるからきついですよね。車は避けてもらえない。車に。さてまだ 400m、 残り3キロ近くまでバヌバヌ残ってる。うわ、なんか一気に涼しくなった。涼しい。気持ちいいな。貝橋もあんま溜まってないし、この真ん中の仕切りさえなければ結構取りやすいトンネルなのにな。まだ4分の1。これギリギリ避けようとすると白線の上乗らなきゃいけないから怖いな。白線の外がどうなってるかよく見えないし。あ、先に行けるんだったらもう先に行ってもらって、その方が安全ですよね。ちょっと、あまりペース私上がらないんで。ばらけてた方が車も抜きやすいと思うんで、多分。まだ3分の1。さっきのテントのチェック。どこでしょうかね、これクリートっぽい気がします。だからクリート、足の周りにあまり音の反動が感じられないんですよ。前走った時は、柳沢峠この間走った時には結構ダイレクトにガチガチくる音がしてたんですけどね。今日はその音がしてない。1.3 キロ、残り2キロ。
近くのカチカチ音がワープ&ワープの BGM に聞こえてきた。っていうのはこれ動画見てる人にしか伝わらないし、知ってる人もいないだろうけど、あんまり。半分だ。あ、ちょうど真ん中に村の境があるのか。上の村と南の村。もう3分超えた。といってもこれずっと登りっぱなし、緩やかに登りっぱなしのトンネルです。こっちからだと、乾いてくると走りやすいな。あと 1.2 キロ。ずっと登りなんですよね、これ。
でも実際入ってからもう10分ぐらい経ちましたかね。3キロだから、笹子トンネルですか。笹子トンネルですよね。私はそこは通ったことないんですけど、あっちは車の量がすごいから狭さはどうですかね。こいつがあるのとないのとで全然違うんで、こっちの方が条件は狭さは悪いかもしれないですね。あとやっぱ上り勾配辛いですね。反対側ともかく。新しいトンネルのくせに歩道は大したことないんですよね。できたばっかりの時はもうちょっと明るくて広く見えたんですけど、あの時車来てなかったから。抜けた。あ、そうですね。うどんって書いてある。あったのか。あったっけ。ベーコンステーキ。やまびこそランチ営業中。悔しい。ああ、そこそこ登るんでしょうねこりゃ。で、旧道のてっぺんから向こうに向かって三籠スーパー林道っていうのがあって、あのもう何年も復旧できないような崩落があったんですけど、昨日調べたらなんか今年中に復旧するようなことが書いてありました。あのなんだっけ、三籠スーパー林道の八倉峠
前見たら道幅以上にえぐれてました。前来た時には台風の影響で。で一応あそこの丸一っていうところで13時っていうふうに予定は書いてたので、はい、もしかしたら誰か待ってる可能性がなくはない。ああ10分以上待たせてますね。あ、まあ割と予定通りなんだ。ええ、予定は結構余裕持ってたんですけど全く余裕なくなりましたね。っていうかオーバーしましたね。ああ、今日は調子悪いきつい。気温30度でございます。トンネルの中であんだけ体冷やしたはずなのに、なんか全然体冷えてる感じはするんだけど、頭の中がなんか頭の芯が熱いような感じかな。熱いのか眠いのか。昼飯食えるあざま屋とかないかな。
下るな、もったいないな。このあと標高1500まで登り返すというのに、峠まで。あ、そうだ、動画に時刻だけじゃなくてその日の走行距離と高度も同時に表示したらいいんじゃないかな。後で覚えてたらやってみよう。すぐある299。救急。大紫みたいな模様してますね、今の色的に。大紫みたいな感じの模様に見えました。大紫のメスとかなのかな。あと私は自販機を見つけないと干からびる。いや、僕もやばいっすね。さっきの水飲めたの。さっきの水飲めました。あれ、水ありました。民家の前にジャラジャラ流れてました。ああ。299といっても、ここは確かここから右折するところは大きい交差点ですよね。だと、まあ、湧き水は多分中はないと思うんで、はい、野沢菜さん、水の補給の状況はどうですか。水まだ大丈夫です。あります。はい、あります。さすがちゃんと残してますね。家が出てきた。家が自販機がない。まあそしたら299あるとこまで行くしかないかな。ないなあ。あ、なんか向こうありそうですね。あったあったあった。お。あとはこのバス停がこの先1時間ないとかだったら、でも中に入るのは暑そうだな。一応13、19で、30分後か、微妙だな。はい。ああ、そうですね。あの辺りじゃ日陰探しますか。じゃあまずは、
そ。上野村プレミアム商品券っていうのがこの手のなんかローカル通貨みたいなのプレミアムってつくのは珍しいですね。まずはお茶かな。解いてや。日本いるよな。道の駅で水もらっとくべきだったかな。それ方のボトルを捨てて、今度は何も言わなかった。あ、いた。あ、Z さん、これそれ膝のところ、膝だ、肘か、その黒いのは左です。左、お、いや、これ痛くないです。あ、よかった。泥、うん、泥ですね。傷じゃないです。なんだろうと思って、傷っていうふうにも見えないし、ねえ、なんか炭になってるような。あ、塩地の湯ってここか。温泉施設。お、マウンテンバイクだ。道の駅じゃないよな。でも純道の駅みたいなのがある。神奈川発電所見学ツアーステーション。なんだ、こんなとこあんのか。何の不自由もなかったですね。ほぼ道の駅じゃないですかこれ。ねえ、なんかテーブルも、わあ、
あ、つけっぱなししてた。これはまた都合がいい。でも普通にここで昼飯食えばよかったですね。まあでもあるかどうか分からなかったし。あ、ということはなんかちょっとちょっとあ、こっちだったらよかったと思ったら自分のアカウントその時で放送するか。これで準備ぐらい、はい、ああ割と大丈夫、はい、この施設は何て名前なんですかね。これ見たことあるか。
上野村ふれあい館、国の体験館、あ、そこがふれあい館、なんかコメントで言ってた場所ここなのか、いや、そこにサイクリストが一人いる、こっちですよ、うん、さっきまた別の人を見たんで、マウンテンバイクの人でしたけど、ああ、あの登ってた人ですね、ええ、上のふれあい館ですかね、焼き鳥がない。でもあれ、さっきの動画を YouTube で公開し続けたら、お客さんより先に買ったおばちゃんたちが後で押し取り受けたりするんじゃないかなと思って。ないでしょ。カットしようかなとかっていうの今これ入れてたら意味ないな。そんな教育は今までされたことがないはずですよ、あそこ。道の駅。まあ、非番でしょうかね。うん。肩についてますよ。ちょっとさ、なんかストック。あ。どうですかね。来てますかね。休憩室はほぼ道の駅みたいなとこです。ふれあい館ってコメントにあったのはここなんですね。ふれあい来たわ。ふれあい、ふれあい、こんな感じのところ、あれ、ファンタじゃダメなんですか？ファンタがちょっと量が少ないよ。で、ザ・グレート・イスケさんのことですか？いらっしゃいませ。さっき南木、オアシス南木って道の駅で買ってきた200円パックの集合体です。さっき実はトンネルの中で Z さんが転んで、あの車を避けようとして溝に少しはまって転んで、その時にあの下敷きになったらしいんですけど、全然ダメージなかったみたいです。あの食べ物にはダメージなかったみたいです。 Z さん本体は今のところ擦り傷とかないんですか？でもなんか右膝あたり下たく打ってます。あ、大丈夫です。今こういう状況態です。で、皿はないの。3人で、とても 1人2バックずつですよ。じゃあ救急車呼ばなくていいか。救急車、まあ車に轢かれたわけじゃないんで、いや車来たとこで大きく避けようとしたら溝にはまっちゃったんでしたよね。溝ってのは多分白線みたいな。ああ、段差があったんですね、白線の。自転車は荷物があるから大丈夫ですかね、多分。うん、大丈夫です。直にパーツが当たったりしてなければ。じゃあこれはZさんの方ですね。いらっしゃいませ。放送中にネタじゃないから、ネタじゃないから。どこかでなんかポンプ動かしてみたいです。
あ、エッシュさんいらっしゃいませ。難しいな、カメラ位置が難しい。ポテサラは必ずでしょうね。右側のお医者さんが流れ、割り半のお昼ご飯みたい。マリオさん確かマリオさん勝手に600キログルメとかやってるでしょ今日。勝手600じゃあいただきますかね。ちゃっちゃと。GoPro の広角レンズならな。やっと。でも GoPro でも今低い位置だからあまり GoPro の広角が効果出てないと思う。よいしょ。午後今日のメニューは。おこわと椎茸とか入ったおこわといなり寿司でガモドキかな。これは今日はブドトゲです。写真撮りにで焼きそばとポテトサラダとこれは普通の赤飯じゃなくて豆おこわ、なんか赤飯じゃないタイプのおこわです。じゃあいただきましょうか。あ、見えないか。あ、ライコさんがいらっしゃいません？頭痛感、いや今のところ日陰で涼しい思いしてるんでトンネルの中も涼しかったんで、ただちょっと後で昼寝しようかなと思ってます。時間をしてるけど。じゃあいただきます。ほぼ Z さんメインになるな、絵的に角度的に鳥皿を取ってください。あ、鳥皿で開けますか。そうですね、開けますか。いや、私はこの鳥皿本当に作る。なるほど、なるほど。そうするとバタつかずに済むし。はい、どうぞ。あ、どうぞ。あ、もうできてますね。いただきます。オペブラックジャックはなんか前野外でやってたな。お疲れ様です。お疲れ様です。冷たい飲み物が美味しすぎてご飯よりも先になくなりそう。それは私の。お、いらっしゃいます。よいしょ。難しいな。やっぱりなんか汁気のあるものがある程度ないときついですね。天気オペ。緑の人。野沢菜さんで。現在ではもう一人はどこぞに行きなすった。今こういう位置関係慣れない。すごい圧力を感じます。あ、カメラを向けられると。カツラの人がスイカとか梨とか桃とかブドウとかないのか。野沢菜さん照れないで。野沢菜さん言うよ。どうかな、売ってるかな。物産のところまでよく見てないんですよ。AU ですか。小指を立ててマイクの調合、発信第19位にランクインしました。3人だとけんかになりませんか。3人だとそれはなんかご飯食う内容に関して、うん、3人は空気作りやすいから一番喧嘩ならないです。なん、なんとなくこっちだよねみたいな。誰か誰か同意したらもうそれで決まりじゃないですか。なるほど、2人で。そう、真っ二つに分かれることが絶対ない。そうそうそう。うん。サーバーのクラスターなんかもそうですね。2人だと、喧嘩はしないけど、うん、なんか片っぽは我慢することになったりしますよね。そう、3人だと決断しやすいという話を。今標高600ぐらいまで降りてきたんで1500まで登るので900メートルぐらい、まあほぼ松姫峠か。
あの時3時間以上かかってるんですよね。4時間ん4時間ですかね。でしたっけ、はい、今からだと14時と4時間だと18時だから写真撮れない。そうですよ、そうです。だから薄暗くなっちゃうね。うん、明るいし。じゃあ明日も登り返すんですか。登り返してまあでもあれですよね、ロケに来たんだから目的達成しないんだったらいらないと。せめて15時は無理か。うん、いやでもあれ、松姫は我ながら異常に時間かかりましたよ。そうですかね、あんなにかなり。なんかゼトさんは喧嘩強い設定で進みつつありますね。なんでだろう。山菜を怖いな。明日も電波あんまりないと思いますね。今日泊まるところは一応電波あるんですけど、小海線から離れたらまた電波ないんじゃないかな。うん、なんか発電機回してますね。多分ポンプかなんかだと思いますけど。はい、池の掃除。あ、池掃除中か。なるほど。うん、宿配信は一応やるつもりです。野沢菜さん、ダムか。ダム、どこだろう。あ、ダム、こんなことあっちの方。あ、この辺、この辺ですか。うん。変わらない。あ、スラッシュ呼んでる。お。背が高そうと言われてますね。身長。76。私より8センチ上。山頂。山頂って国境登るとこですかね。ぶどうだけだっけ。マイクは多分変わってないと思いますけどね。デバイス変わってますか。あの PC とかウェブカメラのマイクだったらこれから今叩いてみるんでそれでわかると思います。どうですか、今音なんかガンガンってなりました。デザートソフトクリームかな。え、叩いた音かなりしました。え、なんでだ。じゃあちょっと FMLE 確かめましょうか。マネキン。少女のマネキンは。一旦停止。ロジクールになっていた。よし、繋がった。大変失礼しました。ウェブカメラのマイクでしたね。ということは今日最初に FMLE で放送してた間もずっとそうだったのかな。いつの間に切り替わったんだろう。失礼しました。取らないようにします。ずっとか、すいません。あ、さっき大丈夫だった。じゃあ今か。なんでだろうな。この音を録音したんですよね。ええ、じゃあ GoPro もそうなっちゃう。いや、それはまた別にどこ見るかは指定してるので。
ん、何のやつ？発電機を。あ、夏休みは9月8日から9月17日まで。もう帰りのあの早草を、うん、新青森からあの東京までの早草を予約しました。うん。ツイッターから来ました。お、早いな。うん。一応最後3連休の終わりなんで、帰りはちょっと混む可能性があるんですよ。宿題は、はやぶさ、はやぶさ、あのいわゆるミク新幹線ですね。ミク色の新幹線。マイク持たなくても聞こえるよ。雑音になったら偉く綺麗に聞こえるのが笑い。猫の目がつきそうな。結局つかない。があれでしたっけ。そう、あのエアブレーキでしたっけ。傷んでなかったんだ。ブルトレイナー。うん、なんかエアブレーキの耳がついて、開発者本人がその辺意図してるんですかね。あんま意味なかったんですよ、確かに。あ、そうでやめたんですよ。マイク持つと気象予報士に見えるよ。何採用されたの。なんかリニアモーターとかだったら本当にそうな感じがしますけどね、スピード的に言って。上野から東京まで新幹線。ん、上野から東京。あ、あれ確かハイブサ東京まで繋がってますよね。東京まで。ですよね。Z さんの自転車に画鋲を刺しておきました。マジですか。自転車フレームとかに。ロボさん太ったね。あ、ロボさんが最年長。太ったって毎回言われるな。そんな変わってないはずなのに。もう1年以上前から太ってますよ。昔60キロ前後だった時があって、今64、5キロなんで。上野って東京じゃないのか。うん、今日朝5時半、5時20分のに乗って、で高崎駅の乗り換えで、すごい数の女子に揉まれてもう進めなくなって、着いたのが10時22分か、下仁田駅。太ったけど顔は2年前より少し険しくなりましたね。Z さんと並ぶとわからないわら、ちょっと俺も高崎を行ってくる、うん、揉まれただとむしゃむしゃ。どこ揉まれたの。高崎で、あの幼稚園の教諭、まあ、幼稚園の先生の資格試験が途中の大学であったらしくて、あの知ってる人分かりますかね、高崎駅の0番線ホームが女子で埋まってました。本当に平均20歳弱ぐらいですよね、幼稚園の先生の試験を受ける人っていうのは。それで、あの一本逃して40分遅れですよ。え、切符が買えなかったから、もうそもそも電車がいっぱい。あの切符が買えませんでした。男は一人か、ロボさんは受けないの。なぜそれを早く教えてくれるの。でもですね、2、3%、1%ぐらいかな。50人だか100人だかに1人くらいはあの男子の受ける人がいましたね。でも仮に入学したとしてどういう状況になるんだろう。本当になんかその男子が多いとか女子が多いとかいうレベルの話じゃなくて、あ、学校じゃないか、教諭の試験だから、そうか、全員が一緒の場所で働くわけじゃないから関係ないか。あれ、実習団子ちゃんですか。お前らし健康を狙え。まあでも毎年男女比変わらないとすれば就職先もあんな感じっていうことで。あ、そうですね。幼稚園、そうか、そんなもんですかね。ほぼさんば、ほぼ全員ほぼさんで、たまにホフさんがいるのかな。ホフさん、言いづらい。男はハーレムを期待してるんだろうな。新潟との東京あたりから徐々に。そういうのを想像するあなたが、まあ、俺の周りは男ばかりだが。そういうのは、まあそういうことになるだろうと思ってる人はいるだろうけど、それ目的でその方向に進む人ってのはまずいないんじゃないかな。保育士。ん？二人ってこの二人？この二人は同級生じゃないです。あの、うん、その乗れなかった。電車と次の電車ってあれですね、サイクルトレイン大賞でしたよね。あ、そうでしたっけ。うん、だから、
じゃあ組み立てればよかった。高崎駅で組み立てて、それでホームで乗り換えるところができる。なるほど。そうですね、確かにあの車掌席近くはいただきます。ほぼさん、それは母音が似てるだけだな。電車では痩せないことを証明する上ですね、うん、今来た、何食べてるの、うん、いろいろ食べてました。焼きそばとか、ポテトサラダ売ってるじゃん、こう、マウチさんで、あれをここに入れて、人間関係か、ちょっと食って補給食です。このスカイはですね、私はスカイの、なんだろう、例えばスカイの選手が誰がいるかっていうのは一人も知らないです。カンチラーラはスカイの人ですか。じゃあランサームストロングはスカイの人ですか。その頃はなかったです。なかった、あ、そうなんですか。へえー、今年ツール買った人はスカイですよ、ですよね。あ、チームビギンスですよね。ビギンスはスカイですか。はい、じゃあビギンスです。ビギンス応援してます。えあ、スカイプですね。そうそう、ロゴに似てますかね、このスカイプ。カベンディッシュ、あ、カベンディッシュ聞いたことある。ヤフオクじゃなくて、定価に近い金額で買ったんじゃないかな。7000円だか8000円だか。まだ増えるな。あ、今まだ食べた。あ、カードもらったよ。サガンはどうでしょう。ウィギンス知らないで買いましたよ。自慢じゃないが。うん。スカイジャージはですね、アーツさんっていうニコ生自転車部関連の人が、私が着るジャージをアンケートで選ぶという放送前やったことがあって、その中でいくつか出てきた候補でアンケートの結果残ったのがこれなんですよ。スカイプ、うん、基本的に私青が好きなんで、うん、で青いジャージをいろいろ選んでもらって、その中からアンケートで、うん、選ばれました。この間の柳沢峠はですね、あんまり電波なかったんですよ。あと一応誘われた立場なんで、私の放送でお二人待たせるのもちょっと嫌だなと思って、まあ、それで放送はしませんでした。まあ、さっき東京名古屋完走してました、ね、東京名古屋ですか。東京名古屋キャノボ初級なんだ。それでも隣の人が真似にかけてくれてるわら、うん、さて、じゃあデザート食って少し昼寝していいですかね。はい、わかりました。本当にもう今日の撮影は諦めたかも。あいや、いいですよ、大丈夫。そうですよね。いや、ここで10分急いだところで、うん、多分結果その方がいいような気もするし、まあ、多分農科学者、どっちの農だろう。あれちょっとこうなっちゃってる感じが、あの人、茂木健一郎、茂木健一郎、茂木健一郎、茂木ってその茂木事件の茂木じゃなくて、あれですかね、しげるのもですかね。北大か。ここまで、私は電車と自転車で、今日は汽車には乗ってないな。上信電鉄であれ、電化されてるから。あと6分か。この6分配信のために捧げるよりは、私の昼寝に捧げた方が有意義だな。じゃあ、
もう食い終わったんで放送ここで終わって、ちょっと昼寝してから峠に行きたいと思います。私の昼寝の方が突っ込んでた。あ、スカイスカイ、そうそうか、優勝したからスカイの突っ込みが激しいんだな。じゃあ配信はもうちょっとこれで終わってしまいます。昼寝します。じゃあおやすみなさい。OK、 昼寝も配信お願いします。休んでください。昼の放送は本当にこれで終わりです。この後じゃない、この後峠まではもう電波ないので、じゃあありがとうございました。おやすみなさい。というわけでよし